Welcome to プラネットオブフーMC の豆助です。よろしくお願いします。さあ今回はですね、新メンバー3人に来てもらってます。まずは現在メキシコミラパートにお住まいのちぎたまゆみさんです。よろしくお願いします。おはようこんにちは、ミスト、よろしくお願いします。メキシコっていうと治安が悪いイメージあるんですけど、実際のところってどうなんですか？あんまり良くはないかもしれないですね、はい、頻繁にじゃないんですけど、道端に腕が落ちてるとか。ごめんなさい、パードン？腕？どういう、多分ね、見てる人何を言ってるんだろうこの人はと思うんですけど、それは切られた腕が落ちてるんですか？切られた腕が道端に落ちてる時とか、山の方に行ったりすると、ね、はい、お亡くなりになられた方だったりとか、そういうのをたまに見かけて。たまにあった。すごい、ね、コロナでたまにマスク道端に落ちてるのはよく見かけるんですけど、そんな感覚で、ああ腕落ちてたみたいなことになってるんですか？周りの友達とかもやっぱお家の近くに落ちてたりすることもあったんで、もう誰の落とし物かなとか。口ぶりが本当マスクと同じレベルなのがすごいですよね。普通、いや腕が落ちててものすごいびっくりしたんですけどぐらいのテンションが、いやまあまあ腕がちょっと落ちてるんでねって。最初はびっくりしました。ああ最初はね。これはもうメキシコの食物とんでもないことになりそうですね。はい、今日はよろしくお願いします。続いて、シンガポール在住の神山まどかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組、東南アジアの方が初めての登場ということで、いろいろ情報を教えていただきたいんですけど、で何より突っ込みたいのは、その窓の外なんかとてもいい景色が見えてないですか？もう行っちゃいますか？今見えないかな。あ、なんかちょっと、あ、すごい、あ、来た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 、あ、すごい、めちゃめちゃいいとこ住んでんな。あ、素敵、すごい、めちゃめちゃ高層ビルあるな、うわ、ありがとうございます。あ、すごい、はい、何階なんですか、そこ、ちなみに。20階。いいですね、毎朝見てて。でもそれはそれでね、さっきの腕と同じで慣れるとあまり驚かなくなる。まあまあ、いいだし、まあいつもあるよな、みたいな。はい、じゃあまどかさん、よろしくお願いします。お願いします。続いてですね、日本の茨城県在住の篠崎恵子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ちゃった。ちょっとそのマスクはあれですか、なんかムチとかろうそくを使う関係のお仕事の方なんですか？そうなの、もう大変よ、昼夜違うから。はい、一応本当の職業教えてください。バラエティアナウンサー、ケイコ姉です。大丈夫かな、今世界がひっくり返ってますよ。ではですね、今日はこの3人と一緒におしゃべりするだわー。今回のテーマはこちらです。私の地元飯。皆さんの今お住まいの地域、あるいはですね、生まれ故郷のふるさとの飯とかね、地元では誰もが知る料理があると思います。今日はですね、そんな皆さんの地元飯を教えてください。まずはまどかさん、あなたの地元飯を教えてください。私の地元飯はチキンライスになります。ほうほうほう、チキンライス。チキンライスってやっぱりああいう感じのやつじゃないんですか？違うんですか？うんとね、ケチャップが入ってるチキンっていうよりかは、蒸したチキン、それがお肉として端っこにこうやって添えられていて、あのお米は、その蒸したチキンと一緒に炊かれてるから、もう風味がある、うんうん、あのご飯になっていて、はいはい、チリ、辛いやつがいつもね隣についていて、そう、それをつけながら食べる、チキンライスっていうものがあります。でおすすめとしてはね、あのお米は日本のもちもちしたお米っていうよりかは、あのパサパサしたお米の方が美味しく感じます。結構ね、お好きなの？いい、私ね、好きなのよ、チキンもね。あ、チキン系もも肉でしょ、あのもう一つの胸でもいいし、
いや、桃がいい。ジューシー。稽古ね、だんだんエンジンかかってきたね。ガンガン挟んできて、待ってるから。分かった、分かった。これ、普段から結構食べてるやつなんですか？これは普段食べてないです。この写真はもうちょっと高級なものになるかなと思います。はいはい、普段はもうちょっと、ざっくりした米と蒸しているチキンが上に乗ってるっていう感じ。全然なんかものすごい給食感出てますけど。あ、そう、まさしくそれです。給食のような。稽古ね、どうですかこれ。いや、なんか給食にビール。ねえ、これが私の地元飯です。あ、でも美味しそうだな。とその他にもいろんなチキンライスの種類があったりとか。いや、すごい高級そうに見えるんだけど、中身はそんなに変わってないんじゃないかと思うんですよね。お店によって値段が違うのかなって。屋台で食べるのと、レストランで食べるの。盛り付け実が違う。でも、ローカルの方が美味しく感じるけど、屋台で食べるチキンライスの方が。そうですか。うん、活気があって、周りがわちゃわちゃしてて、すごくまた美味しく感じる。こっちの方がいいのか、なんか街で食べてっていう感が、うん。それが本当になんか地元飯。うん。実はあのチキンライス、ローストされて焼いたものもあって、違いは外側の皮がパリパリしたような感じっていうのもある。あと実際に私、あのテイクアウトの方が利用が多いです。ほうほうほう、はいはいはい。普通だったらあのコンテナーとかに入ってるかなと思うんだけれども、この紙にこうやってラップしてくれて、輪ゴムではめてくれて、あのテイクアウトをする。はいはい、シンガポールにするかな。では、はい、まどかさん、続いて他にあなたの地元飯何かございますか？うん、バクテっていうものがあります。漢字だと肉、骨、茶って書いてバクテって読む、あのスープの一種なんだけれども、リブのポーク、はい、豚のお肉、骨付きのやつねと、はい、丸々のガーリックがバーンって入ってて、ニンニク？ガーリック？ニンニク。あとね、お茶って書いてあるぐらいだから、いろんな香辛料とかが入ってるんだけど、それを本当にお茶みたいに飲むようなスープ。で、豚肉も入ってるから、またね、そのガーリックとの相性があって、この匂いもすごくて、スープも楽しめるし、お肉も骨付きだから、こうやってかじって楽しめるしっていう。スープです。角煮的な感じに近いのかな。あ、そうですね、角煮みたいな感じ。感がトロトロな感じじゃないんですか？トロトロっていうよりかはがっつりお肉をこってあの骨付きをかじりながら食べれるようなあのスープ料理になってるので、うん、スタミナがつくっていう感じのスープ。あー、でもラーメンとかと合わせたりもするんですね。これ揚げパンみたいな長いやつがあるんだけど、今これ切ってあるやつ、あの、それもオーダーしてあの付け加えることもできる。これをスープに浸して一緒に食べたりとか、また揚げてあるからこのスープのまた濃厚さが広がる。なるほど。知らないでガブガブ飲むとむせるんですよ。すごい辛いから、ちょっとスパイスがあって。辛いんだ。うん、のところもあれば、あの胡椒が抑えてあるスープもあって、うん、本当にそれはお店によって違ったりとか。結構ね、なんか質問とかどうですか今の。揺さぶりついてみたいな。ありがとうございます。ゆっくり作らせていただきました。ありがとうございます。じゃあ続いて他にまどかさん、あなたの地元飯ありますか？ヨンパオフっていう、あの、おでんみたいなやつになります。いろんなものを自分で選べるんですよ。お店に行くと何があるかっていうと、例えば切ってある野菜がこうやって陳列してるんですね。ナスだったりとか、トマトだったりとか、卵だったりとか。で、その中にすり身が入ってるの。魚のすり身、かまぼこだね。このお椀にね。はい、一つずつこの食べたいものを入れてってですね、あのスープにしたいのか、あとは、うん、あのドライヌードルって言って、あの、うん、麺と一緒にこうやって炒めてくれたりとか、あの本当に自分好みで食べれるあのすり身のスープ。トッピングは自分で取って最後にかけてもらうみたいな、そんな感じで。違うの、スープの中で茹でてもらうの、はい、その取ったものを1分とか2分ぐらい、それで茹でてもらって、それを
かけて、私はいつもあの、スープとその野菜たち食べてます。うん、あっさりして美味しいものですね。どうですか、稽古ね。いや、なんか複雑な味よね。複雑な味よねっては、まあ、チョイス次第でもあるんだけどね。どんな感想なんで複雑な味よねって。まゆみさんいかがでした、今の4タオフ。出汁を取ってるのが羨ましいですね。どういう意味で、ね、出汁を取ってるっていうのは。いや、お魚やっぱりないんですよね、こっち。煮干しで出汁を取るっていう考えがないんですか。出汁がないんです。もうチリソースとかでポンと味付けしちゃうだけなんで、魚介の旨味だとか、うん、からちゃんとコトコト煮込んでとかっていうのがすっごい少ない、うん、なんか羨ましい。そうなんですか。ちょっとすいません、喉乾いたんで。はいはい。なんですかそれ、スープみたいになってるんですけど。あの、今日の朝ね、また屋台行って、あのいつもコーヒーとか買うんだけれども、初めはその金魚すくいの袋に入ってたから、私びっくりして、なんでこの金魚すくいの袋でみんなこうやって手ブラス飲んでるんだろうと思ったら、飲み物屋さんにはね、そのカップかあのバッグかっていうのがあって選べる、こっちの方がいっぱい入るんですよ、容量的に。こんな感じ。すごいな。なんか見た感じ、作りが弱そうだからプチって切れてザーこぼすしてみたいな。あると思う。あるあるでしょ。いや、そうですけどね。切れてうわーってこぼして、なんか何やってんのよってお母さんが怒ってるみたいな、今そんな光景が目に浮かぶような作りですけど、まゆみさんどうですか、メキシコではこういうのとかあったりするんですか。タコス屋さんでテイクアウトするときとかは、チリソースとかを本当にビニール袋に包んで。金魚すくいの袋とか、そんな驚きはない感じですか。あ、袋のタイプが違うなぐらいです。そこなのね、気になると、は袋のタイプ違うなって。日本人はね、なんで金魚すくいの袋持ってんだって。なんかおしゃれじゃないんだけど。いや、おしゃれっていうか、一手間かけてると思う。もう、あんな感じね、紐つけてね。そうだから、さすがシンガポールみたいな感じで今見えたんですね。違うなと。続いて、まゆみさん、あなたの地元飯教えてください。で、メキシコはやっぱタコスがすごい有名で、いつもみんな食べてるんですけども、タコスね、はいはい、はい、トラディショナルなものも紹介します。トラディショナル、興味ありますね。はい、何ですか。はい、ゴキブリのタコスです。ゴキブリのタコスは、これはちょっとね、編集上見せないですよ。多分見たくない人の方が多いと思うんで、そうです。稽古年が激しくバツってやってます。ちょっとソフトなやつお願いします。じゃあ、はい、それがサソリのタコスです。で、一般的にはあの結構素揚げするんですね。で、そのままパリパリっと食べるのがサソリです。食べた人に聞いたら、完全にビールのおつまみだって言ってました。もうつまみに次から次に食べれるって言ってました。うわ、刺さってて、で、メキシコはあのチリソースをこれにかけて食べる。これ日本人の人はやっぱり塩とか胡椒とか、あとガーリックパウダーみたいなので、あの最後に味を整えたのをつまみにして食べてる。ただトラディショナルなんで、メキシコ人が普段からいつも口にしてるわけではない。あ、今の人はそこまでって感じなんですね。日本人が枝豆とビール食べるみたいな感じで。サソリパクパク食べてるんだ。飴の中に入ってるやつもあって。あ、まゆみさん、僕らメキシコのこと知らないと思って嘘ついてるでしょう。もう、いやいやいや、全然持ってなくて、いや、実はこういう、あ、本当にあるんです。うわー、すごい、もうこれペロペロ、これ子供たち舐めてるんですか。子供というより、観光客で来たアメリカ人とかが買って帰ってます。これまたすごいな。見かけるのはサソリ、アリ、コオロギ。
が多いです。これどうですかこれ。ダメ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 。本当にダメ。本当にダメ。でも結構ね、これ食べたら意外と美味しいと思うかもしれない。ペロペロできない。飴はね、美味しいかもしれないけど。もう、はい、では続いて真由美さん、他には何か地元飯ありますか？なかなか日本で食べないものはサメです。サメ？サメが、はい、ね、うん、サメは本当切り身にしてスーパーに売ってて、でマンタも食べます。マンタも食べるんだ。いいです、マンタ美味しいんです。でサメは本当に白身魚、味はしなくて自分でかけたりして味付けをして食べる、うん、でマンタは私は煮込んだスープのマンタ料理を食べたんですけど、牛肉のヒレをほろほろに煮込んだような美味しい味がします。これタコス風に、そう、まあ、ほぼほぼタコスと一緒で、これはサメ料理の一つ、代表的なのがこれです。普通にサメは食べてるわよ日本で。フカヒレとかはね、なんか一般的でも肉としてそんなに食べてないんじゃない？いや、白身肉で買うわよ。あ、ほんと？茨城に出るのサメ、うん、煮付けにして食べる。そうなの？日本全国どこでもないからね、結構ね、言っとくけどそれ。やだ、知らなかった。出ました。結構ね、知らなかった、いただきました。多分、おまんたは食べない。しょうがねえな、もう朝から朝もう。しょうがない人が出てきちゃった、今。では続いて、他には何か地元飯ありますか？カクテルという名前の料理があります。あ、これですか。お酒じゃなくて料理なんだ、これ。はい、玉ねぎ入ってる。あ、玉ねぎ入ってる。中にはトマト、パクチー、それと好みに合わせてオーダーができるんですけど、エビ、タコ、貝、サメ、あとアボカド。あ、サメ入るんだ。前菜みたいな感じで。あ、そうです、そうです、そうです。わわわ、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか、これは。これは一般家庭でも作ります。その特別な料理じゃないんですね。特別でもないですね。食べたい。食べたいよね。食べたい。よくレストランとかでシュリンプとかあるじゃない？エビにカクテルソースつけますかっていう。のでなんでカクテルソースなんだろうっていつも思ってたんだけど、それだね、うん、それ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 だよね。わかりました。はい、ありがとうございます、まゆみさん。はい、では続いてけいこで、あなたの地元飯教えてください。茨城名物坂東太郎の味噌煮込みうどんです。チェーン店みたいな感じですか？そうそう、茨城と栃木とかね、はいはい、今埼玉あたりまであるのかな。でも茨城がメインでね、80店舗くらいあるのね。うんうん、もう誰みんな知ってる感じですね。じゃあもう知ってる。あ、実際がこれだ。ああ、すごい、なんか具沢山ですね。もうね、お店で食べたら熱々で出てくるからね。あ、麺とかどんな感じなんですか、これは。ちょっとね、太めなの。うん、釜うどんみたいな感じなのかな。そう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 。あのね、腰はどっちかっていうとあるんだけど、もちもちしてるの。もっちもち。うん、もちもちな感じなのね。スープをね、しっかりそのうどんが吸うもんだから、周りがね、うん、ちょっとこう、溶け始まったみたいな、そんなイメージ。芯がね、しっかりしてるの。ね、味噌煮込みっていうと僕なんか名古屋のイメージがすごいあるんですけど、うん、その通り、八丁味噌がベース。これはね、唐辛子がたくさん使われてて激辛スープに。バリエーションがあるんだ。そうそう、3種類。冷凍のものがあって、それを買ってきて家で作るの。もう皆さんそういうふうに自宅でも作れるような感じなんですね、セットで売って。そうそうそう、で家でやると、冷蔵庫のもの何でも入れちゃえばいいのよ。
白菜入れたり、うん、豚肉入れたりさ。豚肉入れたり、何でもありだ。残ったスープ、うん、ご飯入れるのよ。それが、うん、美味しそう。そう。ちょっとおじや風、ね。そう、はいはい。お餅を入れるのがおすすめ。最後にね。はい。うん。何でも入れたいの。何でも入れたいのね。はいはいはい。これ怒られちゃうよね。だったらどうですか、まゆみさんとか。食べたいです。お味噌っていうものがこの国にはないですし、やっぱりお鍋料理っていうのもそんなにたくさんあるわけじゃないので、もちろんスープ料理とかはあるけど、日本のような煮込んでるようなスープだとかってバリエーションがすっごい少ないんです。なるほど。はい、わかりました。はい、では続いてケイコレ、他には何か地元飯ありますか？茨城県が生産日本一のレンコン。名物ですね、レンコン。そうそうそう、はいはいはい。レンコンでね、何を作るかって言ったら、きんぴら。感じとしては食感も硬くて、醤油の甘辛煮みたいな感じですもんね。茨城はね、レンコンと人参で作るの。で、ごぼうとレンコンって全然食感が違って、レンコンのね、シャキシャキ感がめちゃくちゃ気持ちいいのよね、噛んでて。わかる。うん、確かに違うね。レンコンってね、サラダにしたりとか、あとね、あのレンコンのきんぴらが余ったら、それをさらに刻んでね、炊き込みご飯にしちゃったりするの。私はね。これはね、絶対美味しいやつだな。はいはいはい。自分の好みなだけ唐辛子入れてね、ピリ辛に仕上げるのよ。いいな。美味しそう。あのつくねに混ぜても美味しいの。レンコン、このシャキシャキ感。いいな、みんなレンコン食べれて。おすすめよ。今日はですね、初めての3人ということでしたが、今までとね、全く違う番組の雰囲気になったんじゃないでしょうか。これからも、ね、ワールドワイドにやっていきますので、皆さんよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、バイバイ、さようなら、またねー、またねー。